嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> えー、金曜日なンマを見て思ったんですが、あの三人は自分たちの意見を否定されると分かってないとか勉強が足りないとか言ってましたが、知らない人に興味を持っておらなるその活動をしている人の役割であって、勉強してから意見しろとか言うと余計経営されると思います。ぶっちゃかい人たちで活動している自分におっているのだって、本当に何かを成し遂げたいと思ってないのではないかと思いました。えっと、まあ、その一人一人違う人たちなので、じっぱ人からげにまとめて言うのは何なんですけど、あの、自分がこれを正しいと思い込みました。 なので、それがわからないやつというのは、きっと悪い奴なのである、もしくは頭が悪いやつなのであるっていうふうに、あの、決めつけがちなんですよね。で、あの、あなた方の言ってることの、大枠はわかるんですけど、でも間違ってると思いますよっていうのが、あの、 ってなるとそれってもうその感情の問題なく合理的のあの論理の問題になっちゃうんですよね。で、あの多くの人の場合ってあの論理を使うんですけど、なぜ論理を使うかっていうと感情のために論理を使うんですよね。なので、その自分はそのこのこ,こう考えるっていうその感情が先なので。 例えば、その、金曜日のアベーマープライムで行くと、その、じゃあ、日本のその、あの米、米軍基地問題どうすればいいんですかっていうので、その、こういう形で解決したらいいんじゃないのっていうのが、僕一応解決案を一個出したんですよ。 で、そしたらなんか、あの、それがダメだみたいなことを言ってらっしゃった方がいるんですけど、あの、要はその解決をするために、こういうアイデアはどうだろうみたいなのを、多くの日本人が思い浮かべることが大事なんだと思うんですよね。あ、じゃあその方向がいけるかもしれないよね、とか、他の考え方ってどういうのがありますかとかで、あ、じゃあそういう考え方もいけるかもしれないよね。じゃあみんなでこういう考え方を進めてったりとか、こういう考えをする人を増やすことで、そのアメリ、そのアメリカの騎士が沖縄にいっぱいいるっていう状況が、 なくせるかもしれないよねっていうのを多くの人を巻き込んだ方が解決すると思うんですけど、まあ多分その僕が嫌いっていうのが先に来ていて、僕が言うことを否定するっていうのに多分もうエネルギーが向いちゃってるんですよね。なので、うーん、その、えっ、ー、と、なぜ解決しないのかっていうので、あの、 あの、今日の、まあ、タイトルにも戻りがちなんですけど、その世界を見て間違いを見び続ける人たちっていうタイトルにも、あの、被りがちなんですけど、あの、例えばじゃあ、えっ、ー、と、お父さんとお母さんと子供の3人家庭いけます。で、電車に乗りました。で、お父さんがヤクザにぶつかりました。電車の中でね。で、怒ったヤクザが子供を殴りました。で、その後、ヤクザは電車を降りました。で、お母さんは、 なんでヤクザにぶつかるのよって言って、お父さんに対して怒りました。子供は泣いています。これね、日本でよくある風景なんですよ。あの、一番悪いのは誰ってヤクザなんですよ。<laughs> 要はその、ヤクザが子供を殴ったのが悪いよね。じゃあ、悪いのはヤクザなんだから、ヤクザとっ捕まえて警察に出そうぜが正解なんですよ。でも、ヤクザという強い相手には逆らえない。 で、自分は、旦那、夫に対しては文句は言える。だから、その子供が泣いてるという不条理に対して、旦那、夫を攻撃したい。だから、お前がぶつかるからだって、旦那とか夫を攻撃するっていう。っていうのが、あのね、えっと、別に、その、直接これを電車の中で見たよねって話じゃなくて、要は、 直接の敵はこの人なんだけど、この敵に対して戦うことはできないから、周りのなんか弱そうな奴を攻撃するっていうので、感情的にスッキリするっていうのは人は結構やりがちなんですよ。 だから例えば、その、あの、会社の中で、あの、上司がムカつくとかって、上司を敵に回す人が多いですけど、あの、それって、会社の方針だから本当に悪いのは、会社の社長とか取締役とか鶴島っかいだよっていうのは、よくよく考えればわかるんですけど、で、会社の文化も作ってもそっちだからね。でも、目の前にいるのが上司だから、その上司が主悪の根源であるみたいな考えちゃったりする人とかいるんですよね。っていうので、割とその、本来こうするべきだよねっていうところが、ずれてしまう人って、ちょこちょこいるんですよ。 なので、その、まあ、例えば、じゃ、沖縄の米軍基地の問題を。 解決しようと思って、多分ネット上で今怒ってらっしゃる方いっぱいいると思うんですよね。そのなんか、僕が、あの、そのなんか連続抗議、あの、連続座り込みゼロ日にすればいいんじゃねみたいな。で、そもそも,も、あの、怒る相手僕じゃないんですよ。あの、僕が日本の総理大臣であれば、その米軍機種を押し付けてるのは良くないよね。なので、なんとかするべきだっていうふうに、あの、総理大臣に対して怒るのはわかるんですよ。あの、ひろゆきを怒って、そのじゃ例えばじゃひろゆきっていう人が本当に申し訳ありませんでしたって、 謝罪ししたとしてなんか変わります <laughs> なんか要はその僕が総理大臣だったらあのじゃあそのなんか米軍基地直すためにアメリカと交渉しますとかじゃあその代わりにお金を払いますとかいくらでも権限あるんですけどなぜかあの歳のおっさんん攻撃してるんですよなんかこれがその電車の中のそのだ旦那さんとヤクザと一緒でその本来であればそれの決定してるのは岸田首相であり、まあ、元デーブ安倍首相であり自民党政権なんですよ。 なので、その、沖縄の米軍基地をどう変えたいかっていうのであれば、文句を言うべきは自民党だったり公明党だったりなんですよね。でも、そうじゃなくて、SNS で写真を上げたインフルエンサーのなら言えると。 なので、言いやすいから言うっていうので、結果として、そのなんか、ひたすら SNS で頑張って叩いてるっていうので、うん、それいくら頑張っても何も解決しないよっていうふうに思うんですけど、ただ感情の人たちって、その解決のためというより、自分の感情をスッキリさせたいためにやるんですよね。なので、結果として SNS で大騒ぎっていうのがあるっていう。そんな感じです。はい。なので、その、えっと、基地反対派の人たちっていうのがどうなのっていうのも書いてるんですけど、要はその、 米軍基地をどかしたいのであれば、それじゃアメリカの大統領とか日本の総理大臣に言うべきで、でその米軍基地で働いているアメリカ人とか、米軍基地に砂を運び込んでいるトラックの運転手とかに言ってもしょうがないんですよ。 じゃその、じゃあ、トラックの運転手に、なんか、お前なんでこんなことしてるんだって言われて、いや、給料のために、みたいな。で、じゃあ、その、こんなことしちゃダメだろうって言われて、じゃあ、その運転手が辞めましたってなったら、あの、他の運転手が雇われるだけなんですよ。あの、沖縄失業率高いんで。 なので、あの、なんか、失業率がめちゃめちゃ低くて、もう誰も働かないような場所であれば、じゃあトラックの運転手がいなくなりました。誰もなんか砂運ぶ人がいません。止まりましたってなるかもしれないですけど、残念ながら、あの、アメリカ、その沖縄経済めちゃめちゃ悪いので、あの、単にその運転手が、その両親の呵責で負けて、じゃあど、その道路の砂を運ぶのをやめたとしても、あの、他のトラックが運ぶようになるだけなんですよね。なので、本質的な解決っていうのは、日本の国会と日本の政府でやるべきなんですよ。 でもなぜかその、あの、運転手さんだったり、そのなんか、45歳のインフルエンサーと言われるおじさんみたいなのにぶつかるっていうのが、まあ日本らしいなと思います。辺野古の件で議論になると、じゃあ中国が攻めきたらどうするんだとなるの、ね、で、東洋のせいで論点がずれるのに役がされます。空軍に空軍、官軍などを含めた全米軍基地に賛成、反対かという議論ではなく、海兵隊の一つの基地を地盤の悪い場所に設置してまで沖縄に置き続ける必要があるのかっていうのが本来の論点だと思います。多分その論点で争ってる人が少ないんだと思います。 あの、まあ、その、なんだろうな、その現場に行くべきであるとか、現場の声を聞くべきであるっていうのが割と言われがちなんですけど、で、僕がその辺野古の基地の、あの、まあ、座り込みをしてる人たちのところで、一応聞いてたんですけど、その、自衛隊防衛局出ていけ、米軍出ていけって言ってるんですよね。 ではそのえー、とムースターさんの場合は海兵隊がいなくなるだけでの問題だよねって言ってるんですけどただあそこで反対してる人たちって米軍も自衛隊も出ていけって言ってる人たちなんですよ。 なので、あの、反対派の言ってることがそのまま実現するとどうなるかっていうと、あの、自衛隊も、その陸軍も空軍も海軍も、何にもいなくなりますってなっちゃうんですよね。なので、あの、ムースターさんの言ってる、その海兵隊の基地ここにいらないよねとか、その地盤が緩いからここじゃない方がいいんじゃないっていう、その論点は僕も正しいと思います。ただ、あの、残念ながらその、反対派の運動をしているリーダーの人たちとか、反対派の座り込むしてる人たちっていうのは、あの、ムースターさんのような個別の議論ではなく、軍隊そのものがいらないって言っちゃってるので、 でなのであの論点がずれるというよりえっ、ー、とムンスターさんの語りたい論点で語ってる人がほとんどいなくてその反対のの人たちはその米自衛隊も米軍もいなくなればいいって言ってるしネトウヨの人たちはその米軍と自衛隊いなかったらどうやって守るのって言ってるのでこの人たちでは論点はちゃんと合ってるんですよなのでムンスターさんがどちらかというと少数派なんじゃないかなと思います。 えー、沖縄出身です米軍基地反対派ですがなぜか自衛隊も反対とひとっくりにされます基地反対したら中国攻めてくるぞぜいは自衛隊をないがしろにしているようで不審なのですが米軍基地と自衛隊は別問題と話しようのはどう主張したらいいですかえっとまあ,あの米軍いなくても自衛隊だけで勝てるよねっていう主張をするっていうのなんですけど残念ながら自衛隊だけで米軍に勝つのはなかなか難しいんですよね。 ま、核持ってないっていうのもあって、なので、あの、自衛隊がある程度その独立しても戦えるよねっていう戦力を持つのであれば、あの、米軍を追い出して自衛隊で自分たちを守るっていう、あの、ま、独立派としては全然ありだと思うんですけど、なので、あの、結局その米軍を追い出してきた場合、自衛隊だけだと勝てないよねっていうことに対して答えがないので、なので結果としてその米軍反対派っていうのは、 まあ自衛隊も一緒に負けてしまうので米軍反対するということはイコールその中国が攻めてきたら戦えないよねっていう意見になっちゃうんじゃないかなと思いますなのであの日本はさっさと核保有する方がいいと思うんですよねで僕あの割と前から言ってるんですけどあのトランプ大統領が日本も核持てばいいじゃんって言ってる時に「ああトランプ大統領がそう言うんでチちます」って言ってあの時にさっさと核作っちゃえばアメリカも承認せざるを得なかったと思うんですよね。であの その世間とそのトラブルを起こさないようにしようとしてると多分日本の国力はどんどん減ってっちゃうんですよね。まあその えっと、国際協調が大事だよねは一般的には正しいんですけど、でも結局その中国はその国際協調なんて知ったこっちゃねえよっていうのもやるし、もうロシアも国際協調なんて知ったこっちゃねえよっていうのもやるし、で、あの、トランプ大統領時代のアメリカとかも、あの、なんか関税とかを日本にかけたりとかしてたんですよ、中国とかに。要はそのアメリカのために日本が犠牲になるのは当然だよねっていう考え方で、で、あの、ヨーロッパももちろんそういう考え方をしてるので、その日本のその中の、ま、あの、まあ、あのえっ、ー、と、 低ガス規制ハイブリッドトヨタとかが作ってるハイブリッド自動車とかその燃費のいい車っていうのはヨーロッパのメーカー作れなかったんですよなので燃費のいい車っていう形で排ガス規制をするのはもう日本が勝っちゃうからそうじゃなくてガソリン自動車禁止にしようぜっていうのをヨーロッパは言い出し始めたんですよガソリン自動車禁止ってやるとトヨタの今まで作ってた低燃費だったらハイブリッドっていう技術は使えなくなるので結果として電気自動車対策対策 電気自動車戦争になったらヨーロッパが割と強いよねと。で、ただ、あの、それでも、その中、そのトヨタとか日産がいいモーターを作ってくる可能性があるんですけど、で、そこでヨーロッパの考えたのは、あの、石油とか石炭とかで発電してるような国の自動車は関税高くしようぜっていうのを始めたんですよ。要は同じモーターでめちゃめちゃ性能いいですってなったとしても、でも日本って火力発電で作ってますよね。だからペナルティです。 で、ヨーロッパの場合は、ノルウェーの電力で作ってたら、ノルウェーは水力発電なので、これは環境にいいモーター。だからこれは関税をかけません。みたいな形で、ヨーロッパが得するルールっていうのを作り続けるんですよ。だってそれヨーロッパの人たちにとってみたら当然じゃないですか。自分たちが幸せになるための、あの、ルールなんだから。 なので国際協調って言いながら実はアメリカとかヨーロッパとかロシアとか中国とかはいかに自分の国の価値を高くして他の国にその落ち着けたりとかトラブルを起こしたりっていうので国力を増やすっていうのをやってるんですよ。でも割と日本の人たちってすごい気真面目なのでなななんか国際協調しなきゃいけないけよねってなってるんですけど僕はだからそのトラブルを起こしてでも核を持つべきだしトラブルを起こしてでもその北方領土を日本が取った方がいいんじゃないかなと思ってたりします。はい ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Whose fault? It's our fault or your fault?Whose fault?Okay, okay, okay.Joo!Whose fault?None. いや、帰ってね、めちゃめちゃ。いや、今つらいですよね。どこ帰るんですか